動画を見るときは部屋を明るくして少しだけ離れてみてちょうだい。エレガントだ仕事ぶり、さすが私。前回はクーラやメタルクーラを倒し、次の戦闘に向けまた一歩突き進んだところで終了いたしました。ドミグラ様、どうやら私はここまでのようです。ああ、よくやった。今時の末転送してやろう。しばらく休む。心から褒めてくださったのは初めてですね。お役に立てて光栄です。さすが私。みんな、やっほー。今日もお得にお届けしていくわよ。悟空おじいちゃんの孫のパンダの、実はね、今日撮影してる日、ドラゴンボールヒーローズユニバースミッション10弾が稼働した日なの。それにちなんで、私は今日このミッションやってくわよ。まずはここ。悟空が最後の力でブロリーに挑んだぞ。やっぱ最後は悟空だよな。燃え尽きろ。熱戦熱戦、超激戦よ。じゃあスタート。オッケー、そのバトルだな。よろしくね。ブロリーの猛攻により窮地に追い込まれる Z 戦士たち、ご飯、ピッコロ、トランクス、そしてベジータも悟空に自らのパワーを託す。みんなの力を受け取った悟空はブロリーに最後の戦いに。ブロリー戦よ。じゃあ悟空おじいちゃんとブロリーの戦いを見てくわよ。まだ生きていたのか。もう見てるだけでね、中の人が出てきそうなんだけど、もう抑えるだけで精一杯なのよ。負けるわけにはいかねえんだ。そうよね、悟空おじいちゃん、負けるわけにはいかないのよ。あ、かっこいい。ダメだ、ダメだ、ダメだ、巣が出てくる。今はないかね。くそ、そんなにパワーを与えるんだ。悟空おじいちゃんにパワーを送ってさっさとブロリーをつけなきゃいけないんだから。いけないわよ。あー、奴を倒せるパワーをくれ。悟空さん、飛んでよ、飛んで。カルロットなんかに、そう簡単にやられたりしないんだけども。アブリエ、こいつを殺す力。ふん、飛んでけ。ベジータ、もう何よ。父さん、ダメージがゼロってどういうこと。お願いします。ベジータさん、早く早く飛ぼう。そんな、もうプライドとか言ってる場合じゃないから今。できるわけにはいかないのよ。はぁ、雨をかかると。やめる、やめるわけにはいかないのよ。アワーだ、こいつを倒せるパワーだ。ブロリーを倒さないと。パワーをくれ。みんながめちゃくちゃにやられちゃうんだから。俺はサイヤ人の王子なんだ。俺は王子だ。誰が貴様なんかに。王子とプライドとか関係ないのよ、ベジータさん。誰が貴様なんかに。みんな、パワーをくれ。ダメージが通るよ、パトフ。このままやっていくわよ。サイヤ人の王子はこの俺だ。火が高まる。何すんのよあんた。あ、もっと攻撃してほしい。ちょっと、なんでなんなのよ。ちょっと、何、殺す、どういうこと。お父さん、かっけ。パパ、負けなよ。ちゃんと決めてやるんだから。
いくら吸収したとて、この俺を超えることはできぬ。ありがとうございました。違うわよ、もう一回戦わなきゃダメよ。気が高まる。負けるわけにはいかないのよ。なんてやつだ。ここでやられるわけにはいかないのよ。おめえを許せ。じゃあ、ジャイゴくおじいちゃん。お父さん、かっけ。パパも応援してるわよ。おめえを許さねえ。苦い、ごくおじいちゃん。しょうがない。もうやつに打つ手はないだろう。やられるとでも思った？オラたちのパワーが勝ったみてえだな。さすが悟空おじいちゃん。悟空、感謝する。ありがとう。というわけで熱戦、熱戦、超激戦クリア。なんとかブロリーに勝てたようね。あれ、いい心中が手に入ったみたい。いいわね、この後にブロリーは復活して今度は地球に来るみたい。あほら、ブロリーが復活したなんて。挑戦士はいつまで経っても眠れないみたい。オッケー、行くわよ。かつて悟空が倒した伝説のスーパーサイヤ人ブロリーが蘇った。その標的となったゴテンとトランクスに絶体絶命のピンチが迫る。二人を救うために全力で戦うゴハン。そこに最強の助っ人が現れるのだった。最強の助っ人って何かしら。じゃあ挑戦者は眠れない、やってこいよ。確か私のママもこの映画には出演してたみたいよな。かかろっちゃー。あ、ブロリーの胸に傷がある。本当だ。そんなもん食べたことない。あ、ゴテンおじさんがいるじゃない。こうなってもね、なんだかんだ言ってゴテンおじさんを動かすの初めてか。そう簡単にガツガツやられるわけにはいかないんだからな。はっ、ハメハメハ。あの人好きだらけだ。ゴテおじさん言ってる場合じゃないわよ。あえてそうやって浮気で来てくれてるんだから。ちょっとゴテおじさん。はっ、そうよ、やっちゃえやっちゃえ。すごいことし始めてきたけど。出てこい、かかろった。ゴクおじいちゃんもうこの時は死んでていないのよ。あ、ゴテおじさん。あ、掴められないリーチが足りない。頑張れ、やばいかも、あたっちゃん。ゴテおじさん、ほら調子に乗っちゃうから。負けちゃったじゃないのよ。カカロットではない。そうよ、ゴテおじさんよ。カカロット、出てこい、カカロット。ゴクおじちゃんだからこの時はいないんだって。わかってよ、もうもう一回。やめけ。はぁ、勝てそうだな。突撃。この人好きだらけだ。いけ、ゴテおじさん。
無事でいられたもんだ。こっちとしてはハラハラドキドキしてたけどな。ブロリー、7年前に父さんがやっつけた伝説のスーパーサイヤ人だ。すっごく強いんだからね。いい、道理で俺や御殿じゃかなわないわけだ。あ、やばい、ひっくり返りたくない。かかった。あそこ、あそうか、お前は父さんを出て、父さんはもういない。そうよ、僕をおじいちゃんに何度も言うけど、父さんに代わって倒れちゃったの。僕がお前を倒してやる。はっ、もうさっきから何なのよ。もうかかろった、かかろった。だから僕おじいちゃんはいないんだってば。分かったらもう飛んでって。当たらないわよ。ああ、ね、おじいちゃんの声がする。父さん、ごく、おじいちゃん、待て、みんな、あの世から声を届けてくれたのかしら。かかるとブロリーにも、ごくおじいちゃんの声が届いたのかしら。守れたわよ、悟空おじいちゃん。こんなにもあっさりと。父さん、ありがとう、悟空おじいちゃん。父さん、来てくれたんでしょ。ああ、というわけで、危険な二人、挑戦者は眠れない。クリアー。なんか、最後全然、普通に殴っただけで倒せたんだけどね。アルシン中ゲット。僕さ、これがゼロ距離カメハメハ。本当にゼロ距離カメハメハしても何にも何の意味もなかったわよ。もう悟空おじいちゃんボロボロよ。悟空おじいちゃん、このままではまずい。まずいわよ、もうダメだ。ザコのパワーをいくら吸収したとて、この俺を超えることはできぬ。かっこいい、たまんない。
おじいちゃん、えっ、カムラ星人のおじいちゃん、苦戦しとるようじゃない。どういうこと。じいちゃん、カムラ星人のおじいちゃんが戦う、えっ、わしに勝て、カムラ星人のおじいちゃんが飛ばしただけでブロリーを KO させるの。まだまだ若いもんには負けん。どういうこと。勝っちゃったよ。嘘でしょ。カメゼニーのおじいちゃんって何者なの。ククロッみんなに古ぼっこにされたブロリーが復讐に来たみたい。どうなっちゃうの私たち。オッケー、そのバトルだな。人造人間との大決戦を目前に、 Z 戦士は花見を楽しんでいた。そこへ伝説のスーパーサイヤ人ブロリーが現れ、花見を楽しんでる場合じゃないと思うんだけど。その惑星をも一撃で破壊してしまう圧倒的なパワーで Z 戦士たちに、せっかくみんなで花見を楽しんでたのにそこに来るなんて、どういうこと。今までやられてきた恨みを全部返しに来るって、なんなの。カカロット、まずお前から血祭りにあげてやる。よし、一丁やってみっか。お願い、悟空おじいちゃん、勝てなきゃまずいわね。伝説のスーパーサイヤ人、こいつをさ、殺される、みんな殺される、やつは伝説のスーパーサイヤ人なんだ。復讐しに来たって言ってるから、また腕を上げに来たんじゃないかしら。お前たちが戦う意志を見せなければ、俺はこの星を破壊し尽くすだけだ。やっと戦う気になったようだ。その程度のパワーで俺を倒せると思っていたのか。かっこいい、やばい、やばいよ、かっこいいよ。よっしゃ、おめえの力そんなもんか。ヨロジの回数を楽しんでました。あーかっこいいよ、飛ばなくかっこいいよ。あ、このダメージの取られ方、前を取ってください。あ、その距離カメハメハクだったけど、さすがサイヤ人と褒めてやりたいところ。掴めない、掴めない、チキショ、掴めない、よいしょ、あー、あーかっこいい、あー、やばかった、かっこいいよ、あー、かっこいい、とっておきだ。あ、切られたよ。とっておきを切られてる。あえてやられてる、あえてやられてる、あえてやられてるんだよね。あ、ブロリー、おびれたぜ。おめえ、ほんとすげえな。かっこいい、すごい、かっこよすぎてたまんない。気が高まる、溢れる。オラもタフだけど、あいつは桁違えだ。おじいちゃん、ほら、腰は手加減しろ。怒ってる。手加減しろっていうぐらいだから。そう、手加減ってなんだ。あー、かっこいい。やめろ、勝てるわけがない。あいつは伝説のスーパーサイヤ人なんだぞ。伝説のスーパーサイヤ人、ブロリーって最強いの。また一匹虫キャラが死にに来たか。ジュエー。ふん、化け物め、好きにしろ。かっこいい。今まで感じたことがない何か、ニブルにすごいすごい気を感じた。すごい強いね。楽にしてやる。イエーイ。すげえ化け物相手にしてた。あ、すごい、一気に持ってくる。あ、すごい。
俺は悪魔。そこだ。おとなしく殺されていれば痛い目に遭わずに済んだものを。ピッコロさん、先頭係だ。勝てっこない。やはり伝説のスーパーサイヤ人だ。あれ、何だかんだ言って。何を寝言言っている。ふてくされる暇があったら戦え。避けられたの。なぜあいつらは奴に立ち向かうんだ。なぜだ。なぜ戦うんだ。戦うわけがないのに。なぜだ。やばい、やばい。サービス上げすぎたって。サービス上げすぎた。ピッコロおじいちゃんもやる。ピッコロおじさん、これちゃうなんて。戦士が戦っているのに。この俺様が黙っていられるか。ベジータさん、父さん。サイヤ人の王子ベジータが相手だ。お前だとは簡単には死なさんぞ。バカだ。やられちゃってるけど。気が高まる、溢れる。はぁ、とっておきだ。はぁ、あーすごい。あーガツ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 食感してる。うわーすごい。ちょっバケなのか。俺がバケ。違う、俺は悪魔。あ、なんだかんだ言ってちゃんとベジータも戦ってる。偉っ。偉って言ってる。戦ってる。あれ違う、違う。カカロットしたい。サイヤ人の意地を貴様に見せてやる。違う、そうじゃない、その技じゃないの。あ、なんでカカロットに。所詮クズはクズなのだ。かっこいい。技は出せないけどかっこいい。あーかっこいい。あ、ブラックスお前を生かしてはおけない。ここで始末する。倒さなきゃ。これで終わりだ。片付けてやる。やつは何か企んでやがる。極めてやる。ただのファンでした。じゃあまたね。バイバーイ。